ボロコラムスクの紋章、ボロコラムスクは、ロシア連邦のモスクワ州西部にある古い都市、ボロコラムスキー地区の行政中心地でもある。ゴロデンカ川に沿っており、ラーマ川との合流点からは、さほど遠くない。ラーマ川は、商社川の支流で、商社川は、ボルガ川に合流している。モスクワからは北西へ1 2 9キロメートル。人口は、 1989年ソ連国勢調査では18,226人。2002年国勢調査で16,656人。復活大聖堂、1460年代に建てられた大理石でできた聖堂建築としては、末期のものボロコラムスクのクレムリボロコラムスクの市街地。ボロコラムスクは、ボスクレセンスク年代期の1 1 3 5年の上で、 初めて記録に登場している。ラーマ川は、ボルガ川の上流とモスクワ川を結ぶ内陸水路であり、ボロコラムスクは、ラーマ川とモスクワ川の間の丘を越える5キロメートルほどの連水陸路の上に、ノブゴロドの商人が建設した町であった。ノブゴロド商人は、ラーマ川からこの丘を越えて船を運んでモスクワ川へ、下ろし、モスクワやリャザンへにを運んでいた。 ボロコラムスクという地名は、ラーマ川の連水陸路の町であることに由来する。1398年まで、ボロコラムスクは、ノブゴロド共和国の最南端の飛び地であった。1178年、ボロコラムスクは、クセボロド賛成により襲われ火を放たれ、ウラジーメルスーズダリ大公国へと編入されたが、オースコーの息子である、ヤロスラフ二世は1231年に、 ボロコラムスクをノブゴロドへ返還した。1237年のモンゴルのロシア襲来後、町は2分され、それぞれノブゴロド共和国とウラジーミル大公国に属するようになった。1273年にはトベリ公国軍が包囲したが、占領に失敗した。14世紀前半にウラジーミル大公となったモスクワ公イバン一世は、 ボロコラムスクの内自分の持ち分を大貴族のロジオンネストロビチに与えた。ネストロビチは当時ノブゴロドからボロコラムスクのもう半分を奪っていたので、ボロコラムスクはすべて彼のものとなった。1345年、モスクワ大公セミョーンは、ボロコラムスクを義理の父であるスモレンスク公に送った。スモレンスク公国の支配下のボロコラムスクでは、1371年に、 リトアニア大公アルギルダスによる包囲戦が起こったが3ヶ月にわたる包囲に耐え抜きリトアニア軍は退却した1383年セルプホーフコーウラジーミルはトクタミシュハンをボロコラムスク近郊で破っているその後すぐにボロコラムスクをノブゴロドが奪い返した1398年モスクワ大公バシーリー一世はついにボロコラムスクを モスクワ大公国へと編入した。その10年後、モスクワを占領したリトアニア大公を守備取り外来へと与えられた。ボロコラムスクは、ノブゴロド共和国とのつながりやハンザ同盟との交易を失い、衰退へと向かい、以後半世紀ほど文献記録には登場しなくなる。1462年、ボロコラムスクは、イヴァン三世から弟の一人へと与えられ、 分量校の首都となった。最初のボロコラムスク校は、一つのドームのある、大リーシ作りの復活大聖堂を築いたが、これは現存している。ボロコラムスク校の一人で、スター・リザ校でもあったアンドレイ・バノビチは、1535年に、ブヤズミンスキー修道院に、ドームが三つある生新女誕生大聖堂を建てている。ヨシフ・ボロコラムスク修道院生新女日後、 聖堂大動乱の最中の1613年、ポーランド王、ジグムンと三世バーザヒキール軍に、ボロコラムスクは包囲され、勇敢に戦ったものの荒廃した。現在の死の紋章には、城壁が描かれているが、この戦いに由来している。この時期には、ボロコラムスクは1 7トル北西にある、ヨシフボロコラムスク修道院の付属の町となっていた。1781年には、 ボロコラムスクは死の地位を得て新古典主義的な都市計画も行われた。19世紀には工場建設や近郊の農産物の集散が盛んに行われ、20世紀初頭には近くにモスクワリガ間の鉄道本線も通るようになっている。1905年のロシア第一革命では繊維工場が集中するボロコラムスクは大規模な労働運動の中心となった。 1917年10月末、10月革命が起こるとボロコラムスクにもソビエトが成立した。1941年からの大祖国戦争ではパルチザンがボロコラムスク周辺でドイツ軍と戦っている。ドイツ軍は1941年10月27日から12月30日までボロコラムスクを占領した。 大戦で破壊されたボロコラムスクは1950年代に復興し、1960年代には周囲の農村を併合している。今日のボロコラムスクは産業都市であり、繊維工業の他に食品、建材などの工場が立地する。2006年には 3M の化学製品工場も建てられた。ありがとうございます。